続いて2人はさゆりのおすすめ北村監督の出すお店へ。じゃあ次は私がおすすめのお店を紹介するね。楽しみだね。そう、北村監督が開いてる居酒屋なんだけど、ここすっごい美味しいんだ。ここか。そう、すいません。あー、監督お久しぶりです。いやー、マーティンを連れてきました。男前やね。怒らない。いや、すごい店なんですよね。すごくなんかリラックスな感じする。そうそうそう。このひげ一番そう、びっくりする。で、びっくりする。おしゃれでしょ。おしゃれ。あの、ツーラン、うん、おー、あ、違う、あの、違う、天然パーマ。なんか中国語出てしまうね。さすが、さすが。北村豊春、台湾で初めて映画撮影を行った外国人監督。台湾での活動は十数年以上、多くの有名作品にて監督として携わる。お父様の夢を叶えるために居酒屋の経営も行っています。今日はスターが開いてるお店の特集ってことで、あの監督のお店に来させていただいたんですが、ちょっとスターってちょっとハードル上げすぎる。いやいやいや、スーパースター。あ、そう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 、失礼しました、失礼しました。もう来て、わざわざ来てもらってありがとうございます。今日はね、おすすめの料理を、うん、もう、うちのあのね、厨房にお父さんとお母さんが作ってるんで、お父さんとお母さん、お父さんお母さん作ってるんで、お父さんお母さん、おすすめ料理を出したいと思います。いやー、ありがとうございます。はい、お父さんとお母さん。はい、お邪魔します。今日はお父さんお母さんお手製料理を食べれるんですか、こちら。はい、自慢の料理を。おー、やったー、やったー。でも、食べる前に遊ぼうゲーム。なんだそのゲーム。食べる前に遊ぼう、ゴルフで遊ぼうゲーム。ゴルフ？ゴルフ？そうなんです、美食を堪能する前にまずは北村監督がお好きなゴルフで3回カップインさせないと食べられませんよ。頑張れ2人とも。頑張って頑張って、さあじゃあ頑張って。はい、いきます。はい、うわー、うわー。そんなことある？怖いわ。あれ、今全然力入れてないんだけどな。いやいや、さゆりさん強すぎるよ。監督からのアドバイスを受けて、続いてはどうなるのでしょうか。野菜ポーンでポーンポーンやで、ポーンやで、ポーン。待って。あのね、これどっちか言うたら、あなたがちょっと下手すぎるという。どっちか言うと。マーティンできるんちゃう？マーティンちょっと選手交代、選手交代。これ本当に難しそうね。頑張れ。はい。入る入る入る。さすが国民的アイドル、マーティン、一発で決めました。さあ続いて2打目はどうなるのでしょう。またいけるのかな。適当にポーンって入った。あ、これなかなか入らんで。難しいね。いやでもマティンの方が私よりできる。まあまあまあいい。マティン、じゃあ頑張って、私が応援する。頑張れー。いけるー。あー、入った入った入った。すごい。さゆりのパワーのおかげなのか、2回目のカップインを決め、続いてさゆりに交代です。こうで、この前ゴルフ行ったんだけどな。おー、怖いで、怖いで、怖いで。ゴルフ潰れるね、もうこれ。こんな力は。ちょっと真ん中にポンって、うん、そう、下手くそじゃん。これはもう下手とかいう以前の厳しい、厳しい。入った。あ、難しい。入るな。入った入った。すごいな。入った入った。よくできた。やったー。ってことで、食べれますか。無理だね。もう一回、多分入るで。もう一回入るで。ポーンってきます。ポーンって適当に。お、おー、難しいよ。この料理があるからね。こっからも、こっからここで。おーよー。こっから行こう、こっから。頑張って頑張って。見事カップインなのか。まあいいとしましょう。ということで続いては北村監督のご両親が作られる美味しい美味しいご飯をいただきましょう。はい、やったー。これはこれなん
今日はね、あのおかんの愛情小鉢って言って毎日2種類から3種類の小鉢があって、今日は筑前煮と水蓮のおかかあえ。こちらの小鉢は北村監督のお母様が毎日作られているもので、この2品は監督のお気に入りの2品なんだそうです。お母さんの愛も入ってる。お母様愛、いやー、いいね、絶対美味しい。これ結構日本で、うん、あのおせち料理の中に入ったりとか、私のお母さんもよく作ってくれてた、家で。まさか台湾で食べれるとは。もうね、10年前にお父さんお母さん来る前まではこういう料理はね一切食べれなかった、うん、ないですよね台湾で。ほら見て、このこんにゃく切り込み入れて中にこうやってくるってやるとこの形になる。日本に帰った感じ。水蓮とかは多分日本でも食べれないんで、うん、これはもう台湾と日本のお母さんがミックスしたっていう、うん、この料理。日台交流、ね、あいいですね。美味しいねこれ。日本のお母さんの愛が入ってるっていうこと。日本の、そう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 、うん、はい。そしてこれね、最近ニューメニューなんだけども、これ何、これ自分で作るポテトサラダ。自分で作るポテトサラダ。これポテトと半熟卵とマヨネーズで、これ3つしか入ってないんだけども。本当だ。ほんでこれを自分で大きさとか、こう、なるほど、ディン、自分でね。おディン、これやってみよう。頑張れ頑張れ。お、半熟卵がすごい柔らかいからね、すぐ崩れてく ね。このマヨネーズはなんかおたふくソースのマヨネーズやから、ちょっとマスタードが入っててめちゃめちゃ美味しいのよね。あ、ちょっと味が違うんだ。自分で作るポテトサラダ、なんとも珍しいメニューですよね。厳選して選ばれた卵、じゃがいも、マヨネーズを材料に、お客さんが自分の好みのポテトサラダを作れるんです。美味しそう。一体どんな味なんだろう。実は、うん、あの北九州で初めて食べて、うん、これ美味しいって思って、うん、あのこのままパクってきました。じゃあこれはマーティンの北九州の、うん、そうだね、コラボマーティンが、ね、自分で作ったからね。でそれすごく美味しいなんですよ。このじゃがいも蒸して揚げてる、うん、蒸してから揚げてるから中はふっくら、うん、で外はパリパリ。そう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 、普通とのはちょっと違うと。皮は本当にあった方が美味しいよ ね、うん、ね、すっごいシンプルなんだけども美味しい、ね、うん、シンプルの味に食べてほしいのがこのカニクリームコロッケで、うん、カニクリームコロッケだ。これはお父さんは洋食が好きやから得意で、うん、洋食屋さんのもう本当に定番な料理ですよね。台湾では、台北ではなかなか食べることのできない珍しいお手製カニクリームコロッケ、すべて手作りにこだわり作られたカニクリームコロッケ、一体そのお味はいかに。食べてください。いただきます。うん、手作りってすぐわかる。なんかカニの粒が普通のところよりも大きい。カニも一応松葉カニを使ってて、うん、おー高級だ。まあまあ冷凍やねんけども、うん、カニ自身はね冷凍やねんけども、松坂やっぱ松葉カニっていう美味しいカニを作ってるっていうね、うん、すごい美味しい。マーティンニョン、これで、うん、これはね、これはうちの看板料理、うん、お父さんが7日間煮込んだビーフシチューと。7日間、タンバラテールシチューって言って、タンはタン、バラテール、その3箇所を使ったデミグラスで煮込んだシチューでございます。7日間煮込まれたデミグラスソースに赤ワインで味を調節しました。へー、これ一応オーストラリア和牛のカルビの牛、ね、このデミグラスソースとこのジューシーなお肉が合いますね、うん、合いますね、本当に、うん、これが大好きで、やっぱりカルビがいい、うん、一番好き、うん、一番好きジューシー。最後や豚キムチやねんけども、これ台湾の人って辛いのが好きなん で、うん、でうち辛い料理なかったんけども、うん、もともと、ね、某焼肉店の、うん、キムチがすっごい美味しいから、その台湾の、台湾のキム、うん、そこに頼ん で、うん、で豚もああいうイベリコ豚の端っこを入れてるから、うん、豚も美味しいし、うん、キムチも美味しいから最後混ぜてもらって、うん、じゃあこれもいただきますね、うん、中にあれ卵も入ってる、ね、卵が、この卵がもう美味しい卵で、うん、
まあまあまあ、あの半熟でこれ美味しいね。ピリ辛ピリ辛、うん、卵と絡むとだいぶその辛さがね、うん、収まってまろやかになりますね。うん、やっぱりビールあったら一番いいこれね。あと、うん、で取り終わったら、うん、どれも本当に美味しそうな料理ばかりだな。こだわりの料理ばかりで本場日本の味が楽しめそう。さあ続いて2人は監督のご両親にインタビューすることに。以前の監督の座右の銘は見る前に飛べ、思い立ったら行動にという意味ですが、現在お弁当の販売を導入するかを考えているそうでためらっているそうです。するとここでご両親がそのお弁当を用意してくださいました。あの監督がまだ迷ってるんだよねって言ってましたが、お母さん的にはもうこれでいくと。今日のまかないで、そうなんですか、弁当にしてうちのシェフたちがみんな、いやスタッフの方、スタッフの方幸せですね。こんな美味しいものいいな、幸せ。いやこれ食べたいですね。食べたい方コメントいっぱいくださいって、あの テイクアウトしましょうみたいな。この機会に普段は聞くことのできない監督のご両親が北村監督に対してどのような思いがあるのか聞いてみましょう。息子には感謝してますね、やっぱり。何かでやっぱりこうして、こういう機会を設けていただいたんでね、なかなかこういうよその国なんて行くなんてとてもじゃないけど考えられない。なかなかね、聞かないですよね、はい、でもおかげさんで、いいことも悪いことも、でもいいこといっぱいあるのさかいね、悪いことはそんなに気にならなくなるんですよね、逆に。あ、すごいですね。楽しいことがいっぱいあるんだね、逆に。あ、なるほど、はい、楽しいこといっぱいあるところが多いと、やっぱり嬉しいことはある程度抑えられるっていうのは確かですね。これはもうおかげさんで、こうしてみんなと一緒に楽しくやらせていただいてます。ありがとうございます。二人にイヤイヤ連れてこられたんですけど。いやいや、本当にイヤイヤやったんですか。でも、もう今はすごく、もういろんなとこにコンサートも連れてもらったし、あ、すごい目にもあったから、福山くんにも会って。え、そうなんですか。ものすごいこれが一番の福山くん。それが一番いろいろあったんだけど、3列目ぐらいやったよ。そうそう、本当ですかね。台湾公演ありますもんね。そうそう、あれもの前からあらはやっぱりこの子のおかげなんでしょうね。めっちゃミーハーや。それは言えるな。そうなんですか。そのもんは、あ、この子産んでよかったと。いやー、かなげきなんか見事にミーハーなんだ。俺から言うと福山さんありがとう。本当に今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。いやー、美味しかった。ありがとうございました。また来ます。ごちそうさまです。ありがとうございました。いやー、美味しかったね。行きます。はい、ありがとうございました。いやー、お父さんとお母さんね、本当に感動した。すごい感動した。いやー、じゃあ感動したところで次に行こうか。うん、で次は、次はあ、モンドさんのところ。モンドさんのところ、よし行こう。